皆さんこんばんは、元男の子のアクカノンです。今日はですね、画面にも映ってる通り見慣れないものがあるんですけども、これをですね、解放する動画を皆さんにお届けします。で、その後にですね、私がなぜルイ・ヴィトンを大量に買ったか、むしろそっちの方が大事だな、買った理由を話していきます。こういう動画って、まあ、他のいろんな YouTuber さんとかも、まあ、出してるじゃないですか。私もそういうの見てるから、なんとなく分かってはいるんだけども、結構そういう動画って、なんか低評価とか、なんかコメント欄荒れたりとか、まあ、するじゃないですか。なんか、おい、自慢してんじゃねえやー、みたいな。まあ、それも分かるんだけども、なので、もし私がプライベートでルビドン買ったとしても、動画にしないだろうなっていうスタンスでいたんですね。ただ、今回私の中での気持ちの変化といいますか、ルイ・ヴィトンを買うことにすごい私の中で、意味があったんですね。その意味を話すことが今回の動画の一番大事なところなのかなと思うんで、まずさらっと開封していきます。めっちゃ緊張するんですけど、開封するの。なので最後までよかったら見ててください。やばくない？で、今回私が買った総額が70万円ちょっとになります。初めてだよ。性転換とかなんかそういう手術以外でこんな買ったの初めて。しかもね、これ全部現金で買ってんので、なんでかっていうと、私ってまあ仕事がこの YouTuber なんで、個人でクレジットカードが作れないっていうか、毎回審査落っこちるんですよ。まあ過去に、まあ、家出したっていう、まあ、事情もあって、携帯料金とかも全然払えなくなった時期とかで、まあ、ブラックみたいになったっていうこともあるから、クレなんかが作れないの。だから私が今持ってるのは所属事務所の力を借りて、まあ仕事用のクレカみたいな。まあ、それしか持ってないから、まあ、仕事用のクレカで買うことできないんで、なので頑張って現金で買いました。じゃあまず、一つ目から開けていきます。怖いよ。ほんと、このシーンだけ見て、お前見せびらかしてんじゃねえよって言わないでくださいよ。マジで本当に大事な理由があるから。それは真面目に言っとく。まず一つ目。はい。てかもう買うときに、一回その現物を確認してから袋詰めしてもらってるから、ちゃってはいるんだけども、やっぱり緊張しますね。もうほんと慣れないから。これが、はいはい、私が買ったのはこちらのブレスレットになります。これいくらだっけ。6万円ぐらいしたんですよ。考えられないよ、6万って。だってこれって何、金なんですかね。あ、特に店員さんそういう感じで言ってなかったから、ルイ・ヴィトンのお花とかロゴとか、なんかそういうのがいっぱいついてるっていう感じです。よく見ないとルイ・ヴィトンってわからないから、逆にいいかなっていうので、私はこれをチョイスしました。だから変な汗かいてきた。で、6万円あったらさ、めっちゃ美味しいお肉とか食べれるもんね。ではですね、次の商品、いってきます。こちら。はい。はい、こんな感じですね。これ傷ついたらマジでショックだよ、本当に。これとかちぎれたら私泣きますからね。いきます。はい、これは何でしょう。これは夏限定のルイ・ヴィトンのキーホルダーですね。ちょっとこの後開けるものと組み合わせて使いたいっていうことで買ったので、後ほどちょっとこれと組み合わせて いきます。なんか日本のデザインをルイ・ヴィトンがあしらったみたいな感じらしくて、店員さんにすごいご利用しされたので買いました。これが3万円ぐらい、4万円ぐらいか。だってこれで iPad 買えますからね。とか考えるとさ、どこに値段がかかってんのかな。え？いや、ルイ・ヴィトン買っときながら、なんかディスってるの思われても嫌だから、多分ルイ・ヴィトンっていうのが、看板が高いのかな。いや、ちょっと待って、これ店員さん見てるからな、動画絶対。そう、店員さんと仲良くなって、まあこういう仕事やってるんですよ、みたいな。で、なんで私が YouTuber やってるってことを店員さんに言ったかっていうと、現金で払われるんですね、みたいな。なんかそういう高級店のお店ちょっと全然行かないかわかんないけども、みんなクレジットで買うんでしょ？だから、ちょっと恥ずかしくなっちゃって、いや、クレジットカード審査通らなくてって、いや、そこまで言わなくてもいいじゃん、別に。自分でさ、誰かもわからない人に言う必要ないのに、緊張して、もう冷や汗やばかったから、行っちゃったのね。早くお店から出たい、みたいな。だからもうそういった感じで勢いで行っちゃったから、お仕事ってちなみにどういったことやられてるんですか？って言われたから、しがない YouTuber ですっていうことを言って、見ます見ますチャンネル教えてくださいっていう感じですね。だって私、ああいうお店に行くことすら基本的にないから、どういう服装で買いに行けばいいのかとかめっちゃ調べましたね。Yahoo 知恵袋とかでも、ルイ・ヴィトンに行くときってどんな格好したらいいんですかみたいな。調べまして、まあある程度やっぱり小綺麗にしておかなきゃ、ブランドさんのイメージを下げてしまうから、っていうので、うわ、もうこういうことが求められてんだなと思って。だから、ずっと冷や汗かいてました。本当はね、そういうのにどんどん慣れていかなきゃいけないんですけど。じゃあ次、開けていきます。これは何でしょう？これね、私が一番気に入ってます。はい。実は、もう使ってるんですけど。じゃん！
これはアイトランクという iPhone XS 用のスマホケースです。これねすごいんだよ。ルイ・ヴィトンってもともとそのトランクケースの会社だったらしくて、だから本当ルイ・ヴィトンの代表的なトランクのデザインをスマホケースに載せたっていう感じで、ちょっとこれはもう本当個人的にもうずっと3年前ぐらいから欲しいな欲しいなと思ったの。 iPhone7 とか8からもこういうケースがあるから、もうその時代の時からもう欲しいな、でも手が出ないなって買うタイミングずっと伺ったんですけども、なんとか手に入れました。でこれは本当にずっと欲しかったから記念用にもう一個箱から出さずに買ったので、まあ、2個買ったっていう感じです。そこはもうオタクが入ってるんですけども、スマホケースがすごい好きなんで、もう最高の一つを欲しいなっていうことでアイトランクを選びました。そう、これね iPhone 11 Pro 用が出てないんですよまだ。だから昔使ってた XS を引っ張り出してきて、今 XS をメインで使ってるって感じですね。なんか店員さんに聞いたら11 Pro 用はちょっとまだ生産がみたいな、やっぱ iPhone って毎年出るからそれにルイ・ヴィトンが追いつかないらしくて、未だにもう2年近く前の機種にはなるんだけども、これが今一番新しいアイトランクっていうことです。うん、これも宝物。だんだん大きくなっていきましたよ。じゃあお次はこちらになります。おー、じゃん。はい、このように2つ入ってます。袋がもう皆さんお気づきですね。靴です。私今まで靴にあんまりこだわりを持ってなかったっていうか、履ければいいかなっていう。でも今回初めてハイブランドのスニーカーを買いました。上げていきますよ。これも実は履いちゃったんですけど、嬉しくなってルイ・ヴィトンで買った直後にカラオケ館に行って一人で開封して履いて帰ったっていう感じですね。ルイ・ヴィトンのスニーカーってあんまり街中で見たことないから、あ、スニーカーあるんだみたいな感じだった。え、普通の靴じゃんみたいな感じじゃないですか。でも近くで見るとこんな感じですね。ここにルイ・ヴィトンって書いてあるんですけど、そう、ここだけにワンポイントな感じでモノグラムが入ってます。私モノグラムがすごい可愛いなと思って、茶色好きですし、でここゴールドが入ってて少し厚底ですね。控えめな感じが私はすごい気に入りました。でもう一個開けとこう。はい、こんな感じですね。本当わかんないですよね、ここだけ見ると。でもさ、これ怖いよ。犬の糞とか踏んじゃったら私泣くよ。ちょっと恐れ多いんだけど、これを吐き潰すのは。はい、って感じです。あ、これ言い忘れてた。これはだいたい12万円ぐらいです。では最後の怪物を開けていきましょう。皆さんこれ何だと思います？あれ、逆だった。こちらになります。これめちゃめちゃでかいですよ。ドゥン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 、デデンデデン。はい、私が買ったのはヴィトンのリュックです。バックパック MM っていうやつですね。これがだいたい30万円ぐらいです。まあ、13インチのパソコンがギリギリ入るかなっていう感じで、ここがクッションが入ってる感じで背負ってても痛くないですよね。でここはもう本当にちっちゃな鍵とか入れるぐらいの、あとはリップとか入れるぐらいで、中はもうここにちっちゃいポケットがあるぐらいで、それ以外はもう本当になんかただのバッグみたいな。ダメなの、私やっぱりジャパネット高田で本当働けないと思うんですよね。でさっき言ったこのキーホルダーですね、ここにつけるんですよ。あのモノグラムのカバンってまあヴィトン感が強いっていうか、まあ、確かにこれはこれですごい上品だなと思うんですけども、一個これを加えることによって、なんだろう、いかにも感が減るっていうか、うん、難しいな、わかりますよね。あ、あの人ヴィトンに飲まれてるなみたいな、なんかそれをちょっと緩和するっていうか、まあそういう意味合いで私はこれをつけることでよりカジュアルにヴィトンを見せることができるのかなと思ってこれをつけました。この店員さんのおすすめでこの組み合わせがいいなって思いましたね。まあ、こんな感じですね。結構ラフですよね。かわいい。でこっからですよ、私がなぜ
トンを買ったかっていうことをですね、ちゃんと話したいなと思うんですけども、まあ、ヴィトンだけには限らず、そのハイブランドとか買う方の購入動機っていろいろあると思うんですよ。いいものを持ちたいとか、あとはビジネス上必要な方。例えば、じゃあ銀座のクラブのママさんとか、まあそういった方々って、やっぱりブランディング必要だと思うんですよ。なんか商談とかなんか取引先とかの方が来た時に、その100均のものをその銀座のクラブのママが持ってるのってなると、やっぱ説得力に欠けるっていうか、まあそういった意味もあって、そういう方々は仕事上の自分のこの周りに与える影響とかを考えるのであれば、やっぱりいいものを持つことで説得力を増させるみたいな。なんか難しいけど、っていうこともあると思ってて、で、三つ目が、ブランド物を身につけることで、ちょっと自分に自信を持てるっていうか、だからゲームで言ったら、その、鎧をつけるみたいな。それを悪い方向に、例えば、自分はこれはお金持ってるから、これを見せつけて、周りをちょっとビビらしてるか、みたいな。なんかそういうのじゃなくて、これに関してはちょっと私もヤフー知恵袋見た時に、あ、なるほどなと思ったのが、ちょっと高級なお店に行く時とかって、慣れてない人だと、まあ私もそうなんだけども、ちょっと緊張しちゃうなってあるんですよ。なんかそういう時に、なんかすごいいいものを持って身につけていけば、店員さんとかも、ああ冷やかしでこういう高級なお店に来たんじゃないんだろうなみたいな感じで、なんか対等に接してくれるようになるみたいな。っていうので、こういうハイブランドを持つことで、自分が何かをする時の一つのその勇気になるっていうか、ちょっとめっちゃ難しいけど、なんとなくわかりますよね。っていうのもあったり、あとは単純に四つ目、俺は結構稼いでるんだぜ、どや。っていう感じの方も、まあ、いると思うんですよ。そして、5つ目なんですけども、こっからが私が考えていることです。ブランドって、持つことによって、世間から、あるいは街中ですれ違う人から、ちょっとは注目されると思ってるんですよ。ファッションが、もともと全く興味なかった私ですら、やっぱ街中歩いてる人が、なんかエルメスとか持ってると、すごいわ、みたいな感じで。で、それと同時に、その人の服装を見たりとかしません。他には、例えば、夕方スーパーとか行って、結構服はすごい、だるんだるみたいな。でも、財布はシャネルみたいな。まあそれを今まで結構私も見ててですね、なんかもし私がブランド品を持ったら、多分ダルンダルンの格好はできないだろうなと思ったの。ブランド品を持つからには服装もちゃんとしないと、多分ブランド品に着られてしまうみたいな。私が着るのではなくてブランド品に着られてしまうっていう状況になると思ってたんですね。まあそういうこともあって、なんかブランド品っていうのはちょっと私の中では縁のないものだろうなって思ったの。だから今まで買わなかったんですけども、まあ、ここ最近のその心境の変化っていうこともあって、まあ、もっと私もファッションとかしっかり気ぃつけなきゃいけないなっていう。まあ、でもさ、なんかブランドものって自分が満足してればいいと思うんですよ。好きなものを持ててることで、なんかのモチベにつながるとか、なんか所有欲が満たされるとか、そういうの全然 OK だと思うんだけども、まあ、いろんな考えはありますけども、青木はですね、ブランドものに着られないような人間になろうっていうことを思い、誰もがわかるブランドを買って、それをつけることで、私はブランド物に着られないようにしなきゃいけないから、服装をもっとこだわろうっていう風な流れに自分を強制的に持っていくために買ったっていう感じですかね。すごい難しいけど説明が。皆さん分かっていただけましたでしょうか。これが私の考えです。なので買う時はやっぱり今まで身近にないことだったので、すごい緊張したんですけども、買ってよかったなと思いました。こんな話をしておきながらなんですが、大丈夫ですか？この服装に合ってますか？ちゃんと対等になれてますか？青木かのんはですね、これからこやつらに負けないような魅力的な人間になれるようにもっと頑張っていきます。もちろん中身も磨きますけども、ファッション頑張ります。今回の動画が少しでも楽しんでいただけましたら、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。あと最近インスタグラムをよく更新してますので、そちらも画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。